これを待ってたのに。ファーストアイテムは大事だって言ったでしょ。なんでハート投げるかな。ハート。ねえ。言ってんのにハートが花火がいって。ビンコーラとうなぎ、おつかば306いつから行こうかな、お前から言ってんのにね。花火もらった後からだったらいいんだけど、最初のアイテムは大事だって言ってるじゃん。験担ぎで、花火が行って鹿児島行くのやめる。うん、あーリリーさん10個ラスコイありやす。アイスおはよう。ゼロワンが TikTok 行っちゃってさ、あのふわっち人いなくなっちゃったね。ね、どこ行っちゃったのふわっちみん。ねえ、もぬけの殻じゃねえかよふわっちがよ。思いません？バズってる？沖縄で待ってます？アカウント出してよ。せいぜい大阪はやめようかな。なんでもう荷物がさ東京行っちゃってるわけじゃん。また大阪行くのがなんか送料かかりそうで、なんかもったいないみたいな。東京の方がいいかなと。あ、ゼロワンがリスナーさん連れて行っちゃってるんだ TikTok に。うん、関西はもういいよね。うん、東京でいいわ。せっかく荷物も東京にあるし。うん、30箱もあんだ。本当なのそれ。そんななかった気がするけど、15箱ぐらいだと思う。そんな荷物ある？うん、手がこう、うなぎ知ってる知ってる。俺が頼んだんだもんね、リリーさん。俺が頼んだの。リスナーさんから LINE ギフトで来て、俺が配達頼んでるから。俺が知ってるからちゃんと。うん、誰が食べてもいいしね。そう、リスナーさん頼んでくれたのよ。宇賀太郎社長が LINE でくれたのよ。あと今日も届くかもしれない。なんか卵焼き器のフライパン届くかも今日。そう、306から引っ越すのは大変なんだよね。リリーさんもなんか柴田理みたいなコメントするんだね。どうでもいいこと、本当にどうでもいい。うなぎが届いて美味しそうだとか、くだらねえ。他に話題ないの？つまらんコメントしやがって。しばたかしてんじゃん。どうでもよくない、そんなコメント。面白くないね。どうでもいいじゃん、うなぎなんか。うん、しばたりえ、高齢化だわな。ほんとに、おもんないわ。ほんと面白い話題持ってこいよ、お前。ただでさえネタ切れなんだからよ。なんだよ、ネタが。うなぎが届いて美味しそうとか。思ったことすぐ言っちゃう、おばちゃんみたいな。井戸端会議でさ、喋るような話題をね。リスナーさんが高齢化な伴ってフワッチが面白くなくなっちゃって、コメントがね、コメントが全然頭の回転が遅い人が書いてるから、もうダラ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 しちゃうね、コメントがね。もっと頭の回転速い人がコメントを書いてくんないと。うん、起点が効かないの。うん、ね、高齢化だからしょうがない。 TikTok 行く？もう突拍子もねえコメント書いてくれよ。そんな発想はなかったですね。こっちが驚くぐらいのさ、頭の回転速くしてさ、脳みそがちょっとね溶けてきちゃってるのかな。うん、家探し勝手にしていい？どこで？大阪で？俺ね、ちょっとあれがあるんですよね、こだわりが。次借りるところ、
車のガレージがついてる物件がいいなと思って、一軒家じゃなくて、まあマンションみたいな、なんつうの、2階建てのこう横に つながってる、ガレージみたいな、ガレージがついてる2階が住まいでみたいな、その賃貸メゾネットっていうの、ガレージハウスっていうの、それが一番便利かなって。下がガレージで2階が住まいみたいな、ナイス、あるでしょ、最近出てきたでしょ、メゾネットタイプっての、うん、それが一番いいな、うん、来ると01チみたいな、わかんねえな、あんまり狭い、あ、昔のラブホみたいな、そう、モーテルみたいな、うん。じゃあシャーメゾンっての、それを関東で探したいです。関東で、大阪もいいんじゃない、うん、東京でいいと思うけどね。そう、長く住もう、次はさ、最低でも5年は住みたいよね、5年はね、おはよう、東京が似合うよ、どんつくらすこい、あ、お姉さまありやす、ありやすいぞ、どうせやめよう、うん、引っ越し多いね、うん、俺ぐらいじゃない、こんな引っ越しが多い、引っ越しっていうか追い出されるのが多いね、うん、ちゃんと積もうね、5年ぐらいは最低でも、うん、ね、あ、東京の埼玉とかね、いいね、2部屋上司、2部屋、彼女できても部屋残そう、できないと思うけど、できないでしょ、こんなやつ、うん、金目の女の子しかやってこないんじゃない、ねえ、ダメよ俺、いくら溶かしたって、うん、昨日の人別に連絡先も交換してない、うん、あはや、ハルは誠治優しい、そんなことない、どうもナイスと無理アイテムお願いします、今来た方、あー、セキュリティね、それ大事ですね、うん、一軒家はでもどうだろう、一軒家いるかな、一軒家いる、買えないよ、新築400万なくなったの、ナイスナイス、気持ちだけナイスお願いします、気持ちだけ、気持ちだけでいいんで、うん、2LDK ね、ナイス、ありがとうございます、うん、連絡取ってないですよ、みっちゃんと、うん、東京でどこがいいかね、東京、仕事してる人がいいよ、彼女はいいんじゃない、当分ねえ、うまくいかないもんだって、俺向いてないわ、なんか誕生日とか何買っていいか分かんねえし、うん、デートとかどこ行ったらいいか分かんねえし、うん、向いてないかも、結婚とかさらに向いてないかも、うん、自由がいいもん、ハートルビどっちから使い、あれす、好きな時にさ、あ、上手、ありやす、ありやすいですね、うん、ね、いやー、なんか前の彼女は何渡したとかいくら渡したとかさ、絶対ね、比べられるしね、うん、縛られたくない、うん、一人でいいっすよ、
病気出るもんね。町田はちょっときついかな。町田ね、西東京でしょ、ほぼ。八王子もちょっと、いや吉祥寺も、うん。練馬はね、道が細い、住みづらい、狭い、道幅が狭いのよ。嫌だなと思ったら一回行ったけど、住みたくねえなと思った。狭い、ありえねえぐらい。ごちゃごちゃしてなくて渋滞がないとこがいいですね。町田渋滞すごいんだもん、16号線あれ嫌になっちゃった、あれ。空いてるとこがいいわ、道が半端じゃねえ。町づくり下手くそすぎん、あれ。区画整理が下手くそだよ。ダメなんだ、渋滞したらイライラするわ。田舎がいいね、ちょっと。三鷹はどうなの、いいの。足立区がいいか、一番。いやー、足立区はちょっと。あ、リーさんこんにちは。立川、いやー、立川うなちゃまみたいな。今日は何するの聞かないで。ネタがねえよ、なんもねえよ。まあ、外行ってさ、ラーメン食ってんだよ。で、外で配信しようかなと思ったの。慣れた。暑くて。で、変な雨降るし、いきなり。グレート、お前がアラブ、石油、ビルゲイツ、トマク、ソーボス、通算いないってやっていけない、ラスコイ。そりゃ。落ち着きたいね、マジで。ホームレスだもん。完全にホームレス。熊本っすね、今。もう帰りたい。一人ぼっち。誰もいない、知り合いが。異国の地で。寂しい。人肌恋しい。誰かと触れていたい。とりあえず大阪に戻りたい。フローレに荷物があるから。秘書さんも帰った。グレート、お前がアラブ、石油、ビルゲイツ、トマク、ソーマス、トップは通さえないとやっていけない、ラスコイ。そりゃありやす。知らんはいいかな。インターネットでちょっと画像だけ見たけど、いつ帰るの。今日泊まるでしょ。2万円払っちゃったんですよ、遠泊で。2万円払っちゃったから、もったいなくない、今帰ったら。明日の9時ぐらいに出るか。大阪もったいないでしょ。気に入ったっていうか、まあそうっすね、普通かな、普通。ブルシット行かないよ。大井町の荷物だから、新しく家決まったら引っ越すよ。盆休み入っちゃう、マジで。新幹線いっぱいかな。熊本から福岡タクシーだけないでしょ、新幹線でしょ。明日から混む。今日帰った方がいい？今日帰る？どうやって帰るの？熊本から大阪まで。マジで？帰る？帰るか？今日も混雑してんの？明日からみんな休み？夕方から混むよ。終わったよ。激ゴミ？名神？道路混んでる？家ない？
今帰った方がいいの？台風来ないでしょ、まだ。明日からかよ、マジかよ。どうしよう。飛行機も切り込み。帰るな、今。マジかよ。いや、明後日まで痛くないよね。今日まで仕事、延泊払っちゃった、2万円。ゲスト、エヴァンじゃない。あの、ツイッター見てみ。必ず帰ってくるって書いてある。あ、1週間か1ヶ月話。新幹線予約？めんどくせえ、予約とかどうやって取んの？関東台風、関東行かないわけじゃん、すぐには。一回、大阪行って。熊本駅激混み、マジかよ。グリーン乗るのに隣に座ってんの嫌じゃね？一人で座んのに。機長さん、隣の席いた？一人で乗れた？窓側。隣いた？グリーンで隣いるのに萎えるよね。一人で乗れたんかな？明日で今日。明日から大混雑。120% なの？乗車率。今日激混み？ホテルでもったいないしな。隣いなかった。じゃあ空いてるじゃん。空いてるやん。隣いるってなえるよね。今がチャンス？もう遅い。明日無理。これから混む。やり残したことはないってね。熊本ラーメンも食べたし、オッペシャンラーメン美味しかった。一日さんの前のラーメンうまかった。オッペシャン。新幹線激混み。ふるさともういいです。ふるさとはいいよ。吉原で十分。吉原の近く住もうかな。吉原の近く。浅草住もうかな俺。浅草ねえ。浅草上野か。うぐいす谷そこ住もうかな。江戸っ子だもんね俺。でやんでい。あ、五反田はいいわ。なんか高いんだ、うぐいす谷。そこに住む目的はヘルス。溜まったものを出す、デトックス。まあ、殺人事件あったらソープでね。いや、足立はいいわ。お前どこ住んでんの？足立区。ああみたいになっちゃう。足立区。ああなるほど。今日リアトツはできないです。来ねえじゃん、リアトツとか言って。全然俺のこと知らない人来んでしょ。お名前何ですかって言われるんでしょ。俺熊本って書いてあったから来ましたって言うんでしょ。どうせやだよ。台風去ったから来ないよ。だって絶対来ない。もう騙されない。熊本リスナーさんいない、少ない。名古屋が一番いいわ。リアトツやるんだったらもう名古屋しかやりたくない。名古屋10人以上来たからね。名古屋半端じゃないって。今日大阪帰りたい。誰かさ、一緒に帰ろう。熊本リスナーいる？一緒に大阪まで帰ってくれる人いない？寂しいから。大阪に用事ある人いない？新幹線で。ゆうなくん大阪帰ってくんねえからしょ。連泊で払った。鹿児島行かない。だって鹿児島リスナーいねえもん。
下に行けば行くほどいないんだよ、うん、いないですかね誰か。八熊さんどうしたのこれ。八熊さんおこぼれしてるよこれ。何てんてんて言うって私行く絶対嘘や。アカウント出せねえの、うん、住むなら中野区一択ですよ。何を言ってんのこの人。今から離脱したい誰よ。だからアカウント出せよ。アカウントおい10個ラス来い。あ、ゆきちゃんやす。この人じゃないでしょ。違うでしょ。たかし今日東京帰る。マジで。新宿にまず用がないんだよ。新宿近い方がいいっていう人いるけど、うん、新宿はあんま用ないんだよ。言わない。明日から渋滞知ってるから今日帰る。ああね、お盆で混むから。でも俺も長居はしないですよ。荷物取りに帰るだけだから。俺はもう東京に行っちゃうね。東京で家探し。川口ね、あんまり荷物そんなない。 iPad とか税金のやつ控えとか。そうなんだよ、無施錠なんだよね。鍵ないよね。306やばいよね。だいぶやべえよね。盗まれちゃうよお前。今日帰りたいな。カメラある5個ラスコイ。あ、ドレスありやす。チケット確認しました。何のチケット。フローレに聖女荷物来てた、うん、うなぎでしょ新幹線のやつ。借金とかある人が宝くじ触らないでほしいよね。なんか当たんなくなりそうね。え、やめてほしいよね。違うでかい段ボールが来てた、フローレに。え、誰から、何の荷物。みっちゃんがフローレに服、フローレにジュースが来た。あ、送り忘れた、掃除してたら。あ、これもやみたいな。リスナーさんがコーラは飲めないじゃん俺、糖尿なんだから。俺誰コーラ送ってきたの。飲めないよ俺、お茶と水しか。ダンボール1個だから荷物多いよ。あー、それ送るしかないね。じゃあ306に。東海道新幹線運転見合わせ。なんで、絶対嘘、 100% 嘘。え、大阪に帰れないの。新幹線動いてないの。ほんとそれ全然関係なくない？今台風ないじゃん。だって、あ、強風台風な。本当に言ってんの。難民じゃん俺。本当かよ、計画運休。
名古屋風強いの？マジ？マジだった？痩せろは、痩せろは意味わかんないけど、なんでダイエットして意味わかんない、関係ねえだよ。大阪帰るのに新幹線が止まってるっていうのにさ、ダイエットしてるわ関係なくない？今なんなんこいつ。13から16まで計画運休、今日帰んないで、難民じゃん。いや今日帰ったらやばいやん。じゃあ痩せるけど、今日も熊本いた方がいいんじゃない？16日から空いてる。ごっくんちでお盆過ごすのきついだろお前。8月10日 JR 東海は台風7号接近に伴い、東海道新幹線の東京新大阪間について8月13から16日の間一定期間で計画運休や急遽運転を見合わせるなどの可能性があると発表した。13から16、これは関係ないか。別に13から16ってだいぶ先のことじゃない？それは関係ないだろ。大丈夫、10日だからまだ3日後。3日後ね。3日後から、あ、台風で飛行機なんかもっとダメなんじゃない？明日休日だから混むな。うん、機長さんイケメンは関係ねえだろお前。あ、文字に起こすな、どうでもいいこと。何が機長さんイケメンだよ。ラオ行きたくなってきた。帰ってくる？うん、めちゃくちゃ混む。帰った方がいい。帰っちゃうのとか会いたかったとかな、アカウント出せよまずお前。アカウント来る気ねえだろお前そもそも。ラオ花火ドンツクラス来い。そうにありやす。ああ社長ありやす。ミホじゃない、ミかなお前。やばいなお前、記憶力ないの。ミかな、ミしか合ってねえ。あ、熊本ラーメンに入ったネギが詰まってる。ネギがだからネギ屋なんだよ俺。倉庫かよって怒ってたの。それはしょうがないじゃん。知らねえよ。知るか女、うん、どうするか。帰るか。帰る？大阪まで帰れるでしょ。大阪まで動いてるよね新幹線今。帰るか。長さんどこまで帰ったんだろう。町田まで帰ったのかな。どこまで帰るって言ってたっけ機長さん。機長さん帰った、どこに帰ったか分かんない。大阪帰ったのかな、町田まで行ったのかな。大阪レンタカーも返してるって。大阪、あ大阪帰ったの。なんで、あ、T 山くんか。 T 山くん、うん、青のゲーミングチャーあげねえよ。ふざけんな、6万したんだろ。あげるかよ。水にゃんのあのゲーミングチャーめちゃくちゃ汚えじゃんあれ。うん、無理だって。その代わりペガコくれんだったらいいよ、ゲーミングチャーとブツブツ交換な。うん、菜箸とセットでくれよペガコ。ネタには困らねえからよ、ペガコン入れたらよ。
菜箸と。菜箸一回入れてみたい。うん。ネタでね。料理うまいの？えがこさん。でもあそこのキッチン狭いから無理じゃない？料理は。うん。命ネタさんきつい？命ネタにしてるの？あの子ら全然見てないから知らないけど、どんな配信してるのか。うん。どんな女か分かってない。まずやばい女っていうのしか分かってない。何がやばいのか分かってないですあんまり。なんかいつも口喧嘩してるなってイメージ。うん。美人ではないと思うよ。口元がロナウジーニョな確かだね。こう猫まちゃんタイプだね。ここがガッて前に出てるね。ここがね。うん。ロナウジーニョだよ。あ、そうだ、子持ちはダメだった。そうだった。忘れてた。ダメだ、子供いると。独身がいいわな。自由聞かないからな、子供いるとね。うん。どんなブスでも、デブでも、おばちゃんでも、独身しか勝たん。ややこしいわな、子供いるとな。うん、子供の行事とかさ、夏休みとかさ。どっか連れて行かないといけないじゃん。無理やんか、配信してたら限界があるやん。毎日配信しなきゃいけないのさ。うん、ダメだ、独身の方がいいよでもちゃんと子は捨ててるよ。ああね、ペガ子。あ、それだったらいいか。子供捨てれる女だったらいいか、シングルマザーでも。そうしようか。そう、約束とかできないしな。否認済みなの？本当なの？やりたい放題？いいんじゃない？羽を起こせっていうの？マジで？一人なんだ。いいね。一人の方が。欄干縛ったんだ、ついに。マジで？ついに縛ったんだ。もう最初の方にやっとくべきだったよね。でもね、それね、5人とかさ産む前にね、1人目の時にやっといてほしかったよね。産みすぎはポコポコ。ウミガメじゃねえんだからさ。5人はちょっと多いで。5人も育てんだったら母性が宿って子供は大事にするはずなんだけどね。なんでそんなポコポコ産んで知らねえなんだろうね、子供のことはね。母性がねえんだね、欠陥してんだね。働かないの？働けないんじゃない？頭悪そうだから。なんで産むのが趣味なんじゃない？子供がさ、赤ちゃんがさ、お股から出てくるのが気持ちいいんじゃないの？菜箸にで気持ちいいぐらいだから、産むのが快感なんじゃない？セックスよりも。うん、でっかいうんこをなんか産んだみたいな。ズボって、ああ、すっきりしたみたいな。それが快感なんじゃない？あ、帝王切開か。なんだろうね、なんで作っちゃうんだろうね。なんでそんな産むんだろうね、帝王切開で。ね、謎だわ。なんでそんな産むんだろう。ね。まだ下ろした方がいいよね。産んでから放置する親と産む前に中絶ばっかりする女、どっちがマシかな。中絶する女の方がマシだよね、まだね。え、産んでから知らねえじゃねえ。うん、野生の動物でもまだ大事にするんじゃないか、母性があってね。え、哺乳類じゃねえんじゃねえの、もはや。
何にも思わないんでしょって、うん、子供で男をつなぎ止めたい、それはあるかもね、あるかもね、頭が異常でね、うん、ペガコの話になるとこうやってコメント増えるの、なぜなぜ、すごいな、みんなペガコ好きやな、ペガコフワッチ一色になっちゃう、ペガコで、うん、好きなんでしょペガコは、うん、すごいよこれ、嫌い嫌いな方、右下ナイスお願いします。ペガコが嫌いな方、右下ナイスお願いします。って言ったらめちゃくちゃ増えそうだね。ねえ。ペガ行やろうかな。亀行。うん。あったら押してるでしょ、多分ね。ペガコは今どこにいるの、八王子だっけ、別々に住んでんの今、八王子、今八王子 だっけな、確か八王子だよね、ねえ八王子だよ、団地なんだ、亀の依頼だから海亀だから、ボコ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 産むでしょ、ウミガメって穴掘って、だからカメなの、うん、ペガコンチに泊まる、いや無理だろ、それは無理やで、うん、じゃあ帰るか、そろそろ帰ります、帰っていい、大阪に、とりあえず大阪まで帰って13日までに東京に行けばいいんだよね、えワンちゃん今動いてんでしょ、転泊したけど急いで帰って、うん、2万払ったっけ、じゃあ2万円ちょっと相手もこじってから行くか、じゃあもったいないから、あと1万5千ポイントいいっすかね、ちょっともったいなくて、うん、あと1万5千ポイント、今日東京帰るんでしょ、ってことは新大阪から何で行けばいいんだ、電車か、帰りながらこじる、僕んち行けない、タコシがいない、ガソリン代がない、ガソリン代がなんかいらなくね、車なんか使わないじゃん、もうだってレンタカー返したで、何言ってんの、そう、宝くじ iPad と洋服もある、ごっくんち行ってる時間がないね、ね、週明け7号来るでしょ、新幹線空いてるか見てください、ちょっと誰か熊本駅から博多、熊本から1本で行けんのかな、大阪まで無理なんかな、あれ行ける、もしかしてワンちゃん熊本博多経由の乗り換えるの、行けるの東京まで、あ行けるんだ、なるほどね、熊本から東京行けるのね、あ気をつけて帰ってくださいね、ドンつくずんちゃんリアス、いけるんだ、博多で乗り換えなくていいんだ、
東京まで行けない、行かない行かない、東京まで行かない、新大阪まで、そう、熊本から新大阪行ける？こっから熊本駅10分ぐらい、タクシーで行ける？決めたら歯を磨け、あ、善を急げ、桜乗ればいいの。あなたずっと書いてるけど、284号さん誰？熊本駅来ればいいじゃん。じゃあ行けるでしょ、ずっと書いてる284号さん、あなた帰っちゃうんだ、まだいてよとかさ、おっさんでしょこれ。ねえ誰？おっさんでしょこれ、引き止めてんでしょ、後ろ髪引かれる思いにさせてんでしょ。うん、せいちゃんこんにちは、どんつくらすこい。あー綺麗なお姉さま、すごい綺麗ね、東京なんだ、あー綺麗だ。こういう人がさ、ブルーシャトーついてほしかったわ。あなた目立つよ、ずっと書いてるよ、気づかないの。これだけコメントあるのが、あなたすごい目立つよ、帰るのとかさ、カマチョコメント、おっさんでしょあなた。うん、アムチンだよマジで、アムチンってやっちゃったよ。さくら乗れば新大阪 OK、 分かんない、荷物片付けはめんどくせえな。うん、4時42分間に合わねえな、多分間に合うかな。うん、8時なのそれでも、うーわ、5時に出て8時に着くの、3時間、マジかよ、そんな遠いとこにいんの俺今、新幹線で3時間、おつじょり、今日帰る、帰るか、じゃあ3時間何してよ3時間、あ、帰るか気になっただけです、気をつけて。おお、この人が言ってたのずっと、ちょっとあれか、まだいるか熊本に、あ、会いには来てくれないんです。会いには来てくれないの、会いたくはない、会いに行きたいけどちょっと遠い、どこなの、どこなの、行くがな、どこどこよ、止めてくれるの、止めてくれる、止めてくれるんだったら行くけどね、どこなの、逆行かないといけない、行くがな、だ止めてくれるのかって聞いてる、どこよ、それ早く行ってよ、あ、気をつけて帰ってください、どんつくらすこいです。あら熊本の、あー女の子ね、よしさりやす、どこか聞いてんだよね、で止めてくれるのか聞いてる、それによって話変わってきちゃうよって、また今度、会いたかったのでまた来てください。鹿児島なの、いやおっさんじゃなかった、会ってさ何したかったの、284号さんは
それによっては話が変わってくる。何したかった？って会うだけ？ハグか。ハグで終わんないで。ハグだけじゃ棒突っ込んじゃうで。うん、ムクムクってなって押し倒しちゃうで。終わらないで。え？4時42分の新幹線指定席満席ですよ。マジで言ってる？さくらだよ。マジで言ってんの？満席なの？やばいって。満席だって。マジっす？やばいな。自由席やだ。だから満席だって。グリーンは空いてるでしょ。泊まりたくないよもう。一人で何すんの。一日さんとソープ街しかないじゃんここ。熊本ラーメンと何すんの。みずほでもいいの？桜じゃなくて。次が5時4分。ああね。ああマジか。グリーンあとわずか。グリーン車満席。マジかよ。完全にミスっとるやねんか俺。飛行機はいいわ。怖いもん。誰か隣に座って手握ってくれないと離陸できない。みんな仕事は実家帰る。うわーやっちゃってる。参ったなー。お盆とかもうほんとええから。お盆はやめてよ。もう働いてよみんな。休まなくていいからお盆とか。もうなんなんその休日ゴールデンウィークみたいのやめて。うん、手だけ貸す。どういうことどういうこと。手だけ貸す。どういうこと。働けよ。休むな仕事。うん、満席じゃない。ネットで見て空いてる。5個ラスコイ。あらーすっごい。これヒロエガじゃないのこれ。加工人間って書いてある。加工なのこれ。でも綺麗だね。どこの子これ。どこも書いてないけど何県か。すっごい綺麗じゃん。あなたすごい綺麗ね。どこの子。いや綺麗だねこの人。びっくりするよ。モデルさんでもいいぐらいだね。うん、モデルさんってもいいぐらいで。うん、拾いがなのかな。うん、モデルさんってもいいぐらい。いや見せれない。枝豆にはもったいねえぐらいだね。うん、見せたいぐらいね。見せたいぐらい綺麗。綺麗でもし可愛い。うん。加工だったら見せちゃってもいいですか？特命さんダメ？見せたいな。見せてあげたい。すごい綺麗。もうお金あげません。お金ないよもう。400万ほんまに。最初からお前がやってたのは俺にじゃなかったのかってなってすっごいショック受けた。俺にじゃなかったんだって、うん、305で回収する。できんな。高すぎ。ちょっとおしっこ行ってきて。おしっこ我慢して。
自分に負荷かけてトレーニングしてよ、スパークの我慢して。残り4席やば、パンパンやないか、パンパンやん。306大丈夫だよ、フワッチでも。パンパンやん。ちょっとトイレ行ってくる。用意するのダメな、今から。帰るか。はあ、私のことじゃないよね。あなたも綺麗よ、マスクしてるけど。素敵。やりたい、やりたいです、お姉様。レンタカーもう返したでしょって。今日返すのか。いや、旅しようかなと思ったんだけどさ、306号室に荷物入ってるから、それどうにかしないとさ、あかんから家探さないとと思って。やべえじゃん、いい加減あそこにずっと置いとかれねえじゃんね。え、落ち着かねえじゃん、一回風呂で買って軽い荷物取ってくるわ。軽く東京鍵ないから、そうそう。あ、お盆、不動産休みだろ。マジっす。何日まで休み？お盆って何日までなの？休み？15。15。うわー、参ったな。20日まで。マジか、うまいこといかねえな、人生って。うまいこといかねえっすね。いや、自分で、うん、タコシに持って帰ってきてもらう、東京に。宝くじ危なくね。あの人だって物忘れ多いじゃん。絶対やめた方がいいよね。宝くじ18万円分と iPad もあるし、税金の大事な紙もあるし、絶対やめた方がいいね。うん、絶対ダメ。危ない危ない危ない、そんな危ないことできない、あの人は。だからもう幼稚園児に預けると一緒だぜ。そんな危ないことできないよ、幼稚園じゃで、あの人無理やで。それと一緒やから、ほんまに。信用できないよ絶対。用意するか。
あ、これ新幹線で使うか、これをこのバッグに入れるか。帰ったの、たかし。ネット予約やったことない、わかんねえっすね。わかんねえ、やり方が。はい、はい、どうもす、はい、返してないですか、レンタカー。マジっす。え、奥村電話出ない。嘘でしょ。ちょっと電話してみますね。はい、すいません。はい、はい。ふざけんなって。返してないってバカじゃんこいつ。マジかよ。配信してんの？業務連絡、業務連絡、至急至急。はい、レンタカー返しに行って。あ、今返しに行ってます、どうぞ。4時やで、4時。あ、今5時までらしいんで、今返しに行ってます、どうぞ。ガソリン代はある？どうぞ。あ、はい、あります、大丈夫です。ある？はい、4時までって言ってたで。今ダッシュで返しに行ってます。大丈夫？お金、今いくら？いくら今持ち金？何がですか？持ち金いくら、全財産今？今
や、もうなかったんで、いや、起きたらお兄ちゃんおらんかったんですよ。嫁にカード買って2万下ろした？そうです、そうです。カード返したの？カードは。嫁さん返さなかった。カード返す？カード返せよ、お前。お前、病気出て北斗行くなよ。いや、僕出てってこないで。頼むで。はい、大丈夫です。じゃあ、会社行って。はい、ちょっと大阪帰るから迎えに来て。あ、分かりました。うん、どうやって迎えに来るの？お兄ちゃん帰ってくれよ。お兄ちゃんもう東京帰ったって。え、帰って帰すよ。え、荷物ありますよ。荷物ある？お兄ちゃん迎えに来れるかな？無理かな。でも東京帰るって言ってんだよね。パチンコじゃないですか？パチンコ行ってるわけないだろ、お兄ちゃん。どこ行ってんの？家にいるの？お兄ちゃん。僕ですか？うん。いや、行ってない、行ってないですよ。家にいないの？いないです。もう東京帰ったんじゃないの？あ、税務署行くって。税務署行くんだ。うん。税務署で今いないんだって。ああ。うん。じゃあ返しに行ってくれる？わかりました。はい、無限の彼方へ。はい、笑って、こないで、やれんの、勝って。え、レンタカーさんに電話した方がいいかな。電話がいいっす。明日車ない。あ、サイグサレス、配信タイガースのサイグサレス。どうもです。あのですね、今電話つながりまして、奥村敦史の方に電話で出て、5時までに返すって言ってます。大丈夫ですかね。あ、すいません、よろしくお願いします。はい、失礼いたします。はい、やばい、マジで仕事できないタイプだわ、あいつ。やばいわ、ガチで行っちゃってる、頭がもう、あのスロットで脳みそ溶けてるわ、普通にドロドロに溶けてるわ、あいつやばいわ。うん、溶けきっちゃってるわ、もうカスしか残ってね、脳みそやばいっすね。あれマジ、ちょっとエレベーター乗るんでラジオにしますね。エレベーター乗るんで。もったいねえなマジで。忘れ物ないよな、これ忘れ物したら最悪だ。ないよな。あまりに愛が
大きすぎると失うことしまうの自分がもどかしい今だけを見て生きていればいいのね。あまりに愛が大きすぎると失うかと思ってしまうの。40人ぐらいだけど、ロビーに。へい、タクシー。タクシーどこや。タクシーどこ行ったら、どこ行ったらいいんや、タクシー。タクシーいねえかな。チェックインがめちゃくちゃ多い。チェックアウトした。タクシーどこ、どっちの通り出ればいいのこれ。まっすぐ、どこまっすぐ、どっち、後ろ、こっちね、こっち。充電器全部入れたよ。そんなボンミスはしないんだ俺。アーケード左、オッケー。ああ、奥方は違うね。物忘れ YouTuber じゃないか。大通り出て。うん。熊本はね、田舎です。バイオいらないやん。もう少し、もう少し、ん？早い少し、もう見なかったら、意味が分かんない。377号さん、一回落ち着いて、カフェオレ飲んでもらっていいですか。タバキを入れてもらっていいですか、一回落ち着きましょう。文章が意味が分かんない。早い少し見なかったらもうそれてる。意味が分かんない。え、どういうこと。早い、あ、一回どっか行っちゃったのね。俺の枠を見なかったので、もう外で展開が早いってことね。文章がちょっとダブンだよね、これ。分かりづらい。早いっつって、一回びっくりマーク入れるとか、感情を入れたのね。早い、え、早っ、もう外で出てんだ、さっきまでホテルにいたのにみたいな。伝わりづらいですね。駐車、あ、駐車、あれ、俺冷蔵庫入れたっけな。いや、常温でいいって言ってたから大丈夫、大丈夫、多分大丈夫。常温でいいって言ったから入れてない。福岡のホテルでは入れた、アパホテルでは入れた。だけど常温でいいって皆さんが教えてくれたから、俺は普通にビニール袋に入れた。うん、彼女いらないかな、別に。いらないかなってか、それさ、できる人が言う言葉だよね。
モテないやつがいらないかなはちょっと勘違い発言になっちゃうね。モテないから。そういうおばちゃんいるじゃん。あ、タクシーあった。ねえ。ちゃんと来て。ちゃんと来いよ。おばちゃんがさ、今彼氏欲しい。いや、今はいらないかなって言うとさ、イラッとしない？お前できねえだろ。モテるやつが言う言葉だよ。今はいらないかなって舐めてんのってあるよね。古いタクシーなんだよ、また熊本。肩が古いあれこれ高橋じゃない？これ天然さん。あ、後ろこれいいですか？高橋じゃん、これ大丈夫かな。よろしくお願いします。あの熊本駅まで何分ぐらいかかりますか？10分かかるかかかるかぐらいだと思います。あ、そんなもんですか。ブルーシャドウ行ったんですよ、僕初めて、うん、あの、良かったですね。めちゃくちゃ初めて行ったんですけど、初めて来て、熊本で。あれ今会員制じゃないですか？会員制なんですけど、友達がこっちにいて。あ、で、一緒に行かれたんですか？その人は行かなかったんですけど、紹介してくれって言ったんですけど、あの、すごい綺麗な人出てきましたね。そこ厳しいですもんね、働くにしても顔がいいだけじゃダメです、若いだけでもダメですよね。めちゃくちゃ綺麗な人。熊本やっぱ綺麗な人多いですね、可愛い人。そんな変わんないかなと思うんですけどね。ああ、鹿児島はどうなんだろうね。鹿児島行ったことあります？鹿児島はないです、ね、あ、ないです。へえ、熊本なのに何もないから特に。いやそうじゃないですけど、特に興味ないですもんね。鹿児島行ったからってどこに行きたいとかないんで。浮かぶのは温泉くらいしか浮かばないですよね。運転手さんはブルーシャドウ行ったことあります？あ、ないですよ。あ、ないです、はあ、大衆ソープはあります？ ありますよ。あります。可愛い子出てきます？大衆ソープ。あんまり、たまにからきりじゃないですかね。ああ、それなりに金払えば出てくるところは。まああんまり自分は行かない方なんですね。ああ、行かないですか、そんなに。やっぱ仕事で見るからですね。ああ、あんまりそういうところは行かないようにはしてるんで。ああ、なるほど。
女の子見るってのはどういうことですか。見る、やっぱお客さんとして乗っけるから。ああ、お客さん乗っけるから、うん、そういうこうね、どこのお店とかで、ね、産婦人科状態になっちゃうの。そうですね。ああ。なんか毎日見てたら飽きちゃう、飽きてきちゃう。なるほど、新鮮じゃなくなっちゃうんですね。なんて言えばいいんですかね。いや、川すごいな、濁ってんな、めっちゃ。これ氾濫とかしなかったの。そうですね、やっぱ上流が阿蘇の方だから、うん、やっぱ昨日洪水には強いですか、熊本はね。まあでも今回はそんななかったですよ、台風は。あ、大したことなかったですか。はい、熊本でやっぱ人質とかあっちの方じゃないですかね。南側がひどかったぐらい、市内とかそんななかったですもんね。だから実際川も水かさが上がってないですからね。めちゃくちゃ降ったら上に上がってくるんだから、川も、うん、晴れてきたな、さっき雨降ってたのに。そうですね、うん、あ、さ、新幹線口わかります、はいはい、そこへ行きたいです。新幹線口、新幹線口の方まで回ってないですか。ええ、新幹線でポンと乗れるところ。はい、でも乗るとこは一緒ですか。一緒ですよ。あ、そうですか。在来線も新幹線も。あ、そうなんですか。はい、だから、あ、一緒なんだ。新幹線駅って言われたらもうほとんどもうみんな正面の方に。あ、そうなんですか。じゃないと新幹線口はわざわざぐるっと回らなきゃいけないんで。どうされますか。いや、もうお任せで、もうポンと乗れるとこだったらどこでも。いや、もう全然正面で大丈夫。あ、正面で、じゃあ、はい、どっちが多いですか、昨日と今日。今日多いですか。全然今日の方が多いですよ。あ、多いんだ、やっぱり。昨日は本当人がやっぱいなかったですよね。ああ、台風でね。うわ、今日多いんだ。台風って言われる。新幹線空いてねえかな。ああ、どうですかね。今日帰る人多いかもですね。ああ、マジか。今日駅に来る回数がもうめちゃくちゃ多いんで。何ですか。やっぱ昨日帰れなかった人がだいぶ帰ってるからですね。ああ、なるほど。着いた、早い。じゃあ950円。あ、はい、ペイペイ行きます。はい、大丈夫ですよ。行けるんです。はい、スキャンしてもらえたんで、はい、あと950円。ちょっと車前にやりますね。はい、ありがとうございます。はい、よしよしよってあります。はい、すいません、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、大丈夫です。出ました。チケットまだ取れてない。これから大丈夫かな、取れるかな。どこだ、新幹線乗り場どこだ。
スタバの横から入って、あ、こっからね。くまモンにバイバイしないと。くまモン、またね。くまモン、またね、くまモン。くまモン、くまモン泣いてない？これ泣いてる？またね。泣いてる。ちょっと待って、何長蛇の列、やばくない？え、よく乗れるこれ。入ってこれ、全部新幹線並んでんだって。やばいって、溢れてるって。どうする、嘘だろ、やめるか帰るの。溢れてるって、もうやばいって。自動券売機も行列やって。クレジットカード専用でここでやるか。このまま空いてるワンちゃん、やばいわ、えぐいわ。どうしよう、パンパンやんこれ。帰れるこれ。どうしよう、ネットよくわかんねえもんね。ネットがいいって、え、並ぶのやめる。ネットでできんの、わかんねえよ、やり方がわからんもんな。
5時4分。5時4分。行ってくるわ。新幹線。28,000円もかかったんだけど、そんなする？そんなする？なんでそんなするの？5時4分。28,000円。さくら、なんでそんなするの？九州グリーン、そんなもん間に合う？そんなもんなの？変えた、そんなもん。28,000円だって。そんなする？大阪から東京間20,000円。高くない？そんなもん。自由席は18,000円。買わない。あ、あったあったあった。さくら、12番線。5時4分。新大阪着8時21分。あ、お土産買う。お土産、買うか。かわいい。クランチ、クランチって何？ラーメン買ってもしょうがないもん。ドーナツ、デコポンドーナツ、美味しそうやな。デコポン福岡、ジンの太鼓。武者返し、武者返し、あ、うまそう。え、こしあん、武者返し、これ買おうかな。おいしい。武者返し見本しかないんだけど、どれだ？これが欲しいんだけど。武者返しどれ？ないんだけど。これか？あ、これか。武者返し。あとは？うんこみたいやんこれ。何これ。沖縄ドーナツ棒、黒糖、黒糖の普通のが美味しい。じゃあこれいくか。ドーナツ棒。あ、糖尿だ俺、糖尿。武者返しだけにしよう。糖尿だから、心配性だから。さ、車エビ、車エビある。これうまいの？これ買う？美味しい、 OK。 これ買おう。 OK。 あとはお土産、ブラックチョコ、クランチ、ブラックサンダーみたいな。だからこれだけでいい。駅弁は？駅弁いらない。クマモばっかりやんか、これ何これ。クマモクロロンミルクパフ、駅弁いらないで。3時間あるからな。3時間だぞ。いるか？いらなくない？
だからこれだけでいいよ。すいません、あとタバコ、アイコスの177番2つ。あ、そうです。ペイペイで。年齢確認のご協力をお願いします。身分証明書をご提示いただきます。袋もお願いします。お土産袋無料なのでそちらに。あ、じゃあそっちで。10月の22日です。はい。ペイペイで。はい。タバコも入れられます。あ、はい。持っちゃいます。はい。これも入れてもらっていいですか、飲み物を。すいません、はい、ありがとうございます。はい、あー、クボモン T シャツ買えばよかった、これ。これ欲しかったな、これ。LL しかないわ。無理だわ。ちっちゃいわ。LL だわ。XL ないわ。新大阪方面。5時4分。入れない。失うことを思ってしまうの。あつし間に合った。待って。ちょっと今から帰りますね、大阪に。待ってて、大阪で、新大阪で僕と握手。出待ちお願いしますね。何分つったっけ？5時4分の電車乗る。新大阪で牧師と握手入ります。あとでね、5時4分、8時21分着、何もなければ OK。 ツイキャスはいらんやろって。ツイキャスいらんやろ、喋れないって。隣いるから、あの隣いるのよ。ドンツクラスコイヤです。あ、モズちゃんです。隣いるから無理よ。隣空いてたらつけたけど、隣いるのよ。知らない人と隣同士乗るのよ、嫌じゃん。気まずいやん。喋られへんやん。喋られへんやん。無理、無言になっちゃうよ。疲れるって。3時間も顔芸は無理やね。無理よ、疲れるよ。しかも加工ないしさ、疲れてるし。これ何号車だ？6号車、グリーン車。これか？グリーン車、6号車。新幹線代いいっすかね、ちょっとこじっても。最後に新幹線代ちょっと2万8000だって。いいっすかね、ちょっとこじっても。いいっす。8000ポイント1万もいってない。1時間半でやばいわ。
あ、どんつくらすかありやすなーちゃありやすありやすもう一声あ、大花火どんつくらすかいあんちゃありやすあんちゃありやすあ、その時来てくださいまたねもう一声もう一声頼むいいですかね、もう一声だけあと花火20発お願いします20発お願いしますもう一声ダメかオワコンかこれオワコンだな20発お願いしますオワコンです終わったらまずねダメか甘くねえかそんなにダメだねあーミリちゃんどっちからスカイそうありゃ気をつけてねありやすどうもさみしいな誰もさ見送りがいないあ、鹿児島も今度来てねどんつくらすかいあ、鹿児島なのマジであー、たるどんつくらすかいあー、ミクシャリアスこの列車は8両で到着したナイス足元のヒレポンさん、どんつくらすかい8両編成でお待ちくださいあ、福岡の方、ありやすこの列車のグリーン車はありやすどんつく指定席は4号車から8号車花火特命さんどんつくらすごい3号車かわいこちゃん新福祉お肉ちゃんありがとう新下広島ナイス木山岡山姫路新神戸に行きます暑いわしてるよまたね新大阪で待ってるから新大阪来てね8時来てね聞こえてんのこれ聞こえてますもしもし聞こえてる8時21分ね大阪まだ着かないあ、豚ちゃんありやす桜号初めて乗る桜号8時21分迎えに来て誰かフローレまで送ってほしい、うん、フローレまで送って誰かか車出せる人いる新大阪行きますタクシー1万ぐらいするっしょお金ないよもうあーレンタカーダメかマジかお盆休みだもんなみんな借りるよなお金ないよもう400万払っちゃったもん
ないよ。片付けないで返したのやつ、バカじゃん。1万3000もかかんの、やばいやん。306行くよ。1万3000。ゴミとかいっぱいあったの捨ててもらってた。あーやばいな。風呂で帰ります。それから東京、荷物持って出張、お疲れ様でした。ドンツクラスコイ。あーみきちゃんです。ボルダーの外してないの。ボルダーの外し方、レンタカー屋さんに聞いてて、やばいな、あいつ。いや、まだ新幹線来てないんだよ。まだだ。もうすぐ。あのさ、いい物件あったらちょっと DM で教えてくれない、誰か。いい物件あったら東京でガレージ付き。また熊本来てね。リアルと行く。あ、今夜都内、都内、東京、東京、浅草、浅草。あとはウグイス谷とか。五反田は嫌だね。あと上野でもいいのか。予算20万ぐらい。20万ぐらいで。そう。ワンちゃん文京区でもいいかなと。大塚とか、大塚、そう、風俗の近くがいい。大塚も風俗だったな。目黒でもいいね。あ、目黒にする。高いんじゃない。築地は嫌だ。20万ぐらい、15から20ぐらい。あー狭いの嫌だわ。広い方がいいわ。50平米ぐらいがいいわ。50平米ね。駐車場付き。大阪住まない。あー目黒無理か。築年数は3年以内。あ、新幹線来たよ。じゃあみんなまたね。新幹線来たから 1LDK ぐらい。またね。新幹線乗る。